再開発中の名古屋市名駅地区の高層ビル群。名古屋市名駅地区の高層ビル群愛知県の超高層建築物の一覧では、日本の愛知県にある高さ100メートル以上の超高層建築物の一覧を示す。愛知県で最も高い建築物は、名古屋市にあるミッドランドスクエアで、日本国内では7位の高さとなる。高さ200メートル以上の建築物は国内に38棟。 あり、そのうち愛知県内には4棟所在する。中でも名古屋市の名駅地区には、1999年に竣工した JR セントラルタワーズを皮切りに、ミッドランドスクエアやルーセントタワー、スパイラルタワーズなどの超高層ビルが建築され、スカイラインを形成した。その後も、いくつかの超高層ビルが計画されたが、2008年に発したリーマンショックの影響により、 後期の延期や計画の中止、縮小なども相次いだ。しかし、2018年現在の名駅地区では、リニア中央新幹線開通に向けた再開発が行われており、新たなスカイラインが形成されつつある。また、栄地区にも再開発の波が波及しており、中日ビルの建て替えや名古屋三越栄店の 建て替え構想が発表されるなど、栄地区でも超構想化が見込まれている。愛知県の100メートル以上超構想建築物は、県庁所在地である名古屋市のほか、小牧市に1棟、下郡南北城に1棟、岡崎市に1棟,棟、豊橋市に一棟建設されており、2023年100メートル以上超構想建築物は名古屋市は30棟に達する。 第二次世界大戦前は日本徴兵館が最大のビルだった。戦後、名古屋駅前のビル群は、県高30.3メートルに揃えられていた。下記は百尺規制撤廃後の変遷である。ありがとうございます。